フランスのブレリオクシーをスウェーデンの企業トゥリンがライセンス生産したもの。画像左側、水平尾翼の直前の機体下部にある三角形のものがテールスキッドテールスキッドとは航空機、特に飛行機の胴体後部仮面にある突起状の部材あるいは装置である。日本語ではオゾリと訳される。現代ではこれを装備する機体は多くはない。また、 初期の戦車の車体後端に装備された、幅の広い溝や穴を乗り越えた際に、車体後部が転落するのを防ぐ装置も、英語では、航空機の降着装置と同じく、テールスキットと呼ばれる。第二次世界大戦頃まで、飛行機の主流は、レシプロエンジン推進のプロペラ機であったが、これらの機体の多くは、オリン式であった。オリン式とは、ランディングギアの形態の一種で、 重心の矢や,や前方にメインギアを備え、ビブ付近に小型のオリンを備えたものを言う。もう少し時代を遡ると、ビブのギアが単なる棒状や針状あるいはループ状の部材であった時期もあり、こうしたものは、オソリあるいはテールスキッドと呼ばれる。現代では、ほとんどの飛行機のランディングギアは、前輪式だが、旅客機や輸送機、爆撃機などの一部で胴体の長い機体が、 引き込み式のテールスキッドを装備することがある。これは、胴体が長くなれば、機体を引き起こす際にビブを滑走路にする事故が発生する可能性が増すためである。飛行中は、効力低減のために格納される。代表的な装備機種は、ボーイングの767から300や777から300、エアバスの A340、超音速旅客機コンコルドなど。 フランスのルノー FT 戦車のテールスキッド近代兵器としての戦車は第一次世界大戦において残豪を乗り越えて敵の機関重陣地や短距離砲の砲座を蹂躙するために開発されたものだがこれらの車両の走行装置が超豪、超包み能力のみを重視し速度発揮は求めず前後に長い車体の外周を無限軌道が周回する方式からある程度の速度を 無理なく発揮できるように、箱型の車体の中央下部に装備される方式になると、残酷や溝を乗り越え終えた際に、車体後部が溝に転落する、高さのある障害物を乗り越える際に、車体後部が地面に接触するといった障害が発生することが問題となった。当時の戦車の発揮できる駆動力では、特にエンジンが後部にあって重心が後方に寄っている場合、 それらの障害物を乗り越えた後に、エンジンパワーと無限軌道の駆動力だけでそのまま前進していくことが難しかったためである。これを防ぐために、車体後端に髪型に傾斜した、ソリ様の部品が装備されるようになり、これを英語では、テールスキットと呼び、日本では、オゾリの訳が当てられた。技術の発展により、戦車のエンジンや走行装置の性能が向上すると、 テールスキッドは不要となり、第二次世界大戦以後に開発された車両では装備されていない。ありがとうございます。